だ出たい。あれ何これ、やだ。ミヤ見て、鍵よ、7つあるわね。あ、Oh my God. 何か出てきた。確認しましょう。紐を引っ張ればいいのかな。Let's go. ええ、何が出てくるのかな。あ、スキートルズじゃないの。バケツいっぱいある。すごい、すごく美味しいわ。自分のバケツを見てみて。何が入ってるか見てみるわ。キャンディーだといいな。何これ、気持ち悪い。ミーヤ、絵の具まみれね。最悪。何か見つけたわ。あ、鍵よ。ここから出られるのね。開けられるのはどれかな。これかな。やった、開いたわ。ハグしましょう。あ、忘れるところだった。見て、次のラウンドよ。何が入ってるのかな。じゃんけんぽん。ああ、分かった、見てみるわ。何これ、幼虫じゃないの。落ち着いて、食べられないわよ。鍵のことだけを考えて。分かったわ。ああ、もう気持ち悪い。見つけたわ。何これ、鍵じゃないわね。ああ、暗証番号なのね。ほら、開いた。やった。今度はどうなるのかな。見て、箱からストローが出てる。ヤミー、飲みたくない。わかった、私から飲むね。あ、まずい、もう飲めないわ。今度はマリーの番。おいしい、もっと飲む。どうしたの、飲んでみていい。ダメ、私のよ。あー、おいしい。でも何もなかったわ。鍵はミヤの方にあるみたい。最悪。自由になりたければやるしかないのね。あった、見つけたわよ。早く扉を開けましょう。やった、ナイスプレイ。今度は何、開けてくれる。やだ、また私が開けるの。あ、チョコレートマフィン、おいしい。ミヤ、まあいいわ、今度は私が開ける。え、これって銃？どんな銃なのかな。気をつけてよ。落ち着いて、もらっていいわよ。使い方がわからないわ。まあいっか。次の金庫を早く開けて。何かな。臭いチーズなんだけど。吐きそうよ。あ、いいこと考えた。待っててね。わあ、虹色のケーキになった。綺麗でしょ、これなら喜んで食べるわ。おいしい、私もいい。もちろん。はい、半分こ。おいしい。What? あ、どうしたの、喉に詰まった。助けてあげるわよ。あ、鍵よ。やった、早く開けに行きましょう。やったまた。さあ行くわよ。ん、数え歌で決めるわ。私、okay. マリー行け。なんか動いてる。ネズミ、怖いんだけど。深呼吸をして落ち着かないと。あった、行くわよ。また暗証番号、しかも全部5なの。簡単だったわね。行くわよ。またストロー、ヤミー。今度は美味しいドリンクかも。私からいい。
コーラよ。やった。ヤミ。でも何もなかったわ。No. Okay. 今度は私。まずい。What? こんなの飲めないわ。あ、そうよ。さっきの魔法の銃で何でも美味しくできるの。頑張って。やっぱりね。チョコシェイクよ。どう？何もない。うっそー。鍵よ。行きましょう。私が開けてもいい？3、2、1。行くわよ。あ、ミアから開けて。やだ、マリーから。何かな？うわ、汚い。すごいわね。今度はミア。分かったわ。開けるわ。あ、ミアも汚い。絵の具よ。何笑ってるの？じゃんけんで決めましょう。あいこ、一緒に開けましょう。最後の鍵ね。やった、これで自由になれるのよ。おめでとう、最後の鍵が見つかったね。さあ扉を開けるわよ。やった、クリア。よく頑張ったわね。おばあちゃん、集中して。第1ラウンドではコカ・コーラ味のゼリーが食べたい。楽勝ね。ゼリー？作ったことなんかないわ。何から始めるかいいアイデアがあるの。もちろんまずはコーラを用意しないとね。作業の段階から凄さを発揮しないと。完璧かな。数滴飛んじゃったけど。来なさい、お行儀悪いわよ。コーラはこんなにいらない。最高な方法で処理しちゃおうっと。そして私のゲップ。あらら、本当にお行儀が悪いわね。コーラにキャンディーを入れたらもっと美味しく、そして可愛くなるわよ。今度はコーンシロップを入れないとね。これでコーラがゼリー状になるのよ。あとはよく振るだけ。あ、コーンシロップってこんなにベトベトしてるの？もう、なんなのよ。剥がれない。リッキーのお菓子が出来上がらないじゃないの。あと少しよ。はあ、うまくいったわ。私のゼリーはあと少しでできるわよ。あとはもっと美味しいゼリーになるために凍らせるだけ。できた。すごく難しいわね。一番美味しいゼリーは凍らせた蜂蜜だと思うわ。いいアイデアでしょ。変なこと考えるわね。本物のゼリーの作り方を見せてあげるわ。まずはコーラをお鍋に入れるの。コーラ味のグミも忘れないでね。ゼリーがもっともっと美味しくなるのよ。これは隠し味。ゼリーがキラキラになるの。あとはよく混ぜるだけ。ゼリー状になったらボトルに注ぐわよ。こんな感じ。最後に冷ますわよ。Okay. 液体窒素で冷ますのが一番手っ取り早いわね。数秒待つだけで冷めるのよ。良い子のみんなは大人がいない時に液体窒素に近づかないでね。できた。リッキー、今日の優勝者を選びなさい。どれから始めようかな。全部美味しそうなの。まずはおばあちゃんのからにしようっと。普通の蜂蜜みたい。今度はシェフの番ね。
綺麗だけど、なんでこんなにキラキラしてるの？残るはジルだけね。すっごく美味しい。文句なしの優勝者はジルよ。やった、頑張った甲斐があるわ。これは何？ワッフルを作るためにいる道具。このラウンドではワッフルを焼いてね。了解。ワッフル？どうやって作るの？ワッフルは私の得意料理よ。私の孫の好みなら私が一番よく知ってるの。まずは生地を作らないとね。小麦粉に卵、そしてバター、砂糖と牛乳も必須よ。この牛乳は本当に美味しいの。生地はあと少しで出来上がるわ。すごい速度でしょ。そう、私のマシンの方がパパッと生地を作るわよ。なんてことなの、急がないと。一番美味しいワッフルを作るわ。私の方が早く終わるわ。本当にそうかしら。私の方はもうできてるわよ。あとは生地を分けて色をつけるだけ。着色料をつけるわよ。色がついたわ。これで焼けるわね。カラフルな生地でカラフルなワッフルができるの。美味しい。自分でも食べたいの。シェフである私と勝負ができるとでも思ってるの？いいえ、私のレインボーワッフルはできたわよ。あとは綺麗に提供しないとね。黒いお皿を用意するわ。白いホイップクリームは雲。カラフルなトッピングもちょうど合うわね。 OK。 より一層綺麗になったわ。私の孫が大好きなのは私のワッフルなのよ。もうできたわ。アイスクリームとベリーで飾り付けをしましょう。暑い日にぴったりなデザートね。メープルシロップもかけようかしら。ジルのワッフルはどこ？心配しないで、また作るわ。生地がもうないんだけど。でも大丈夫、リュックの中に何か入ってるはずよ。ミニちゃん、こんなところにいたの？あった、麺よ。これで新しいワッフルを作るの。ここに入れて、ほらできた。美味しそうでしょ。私はそんなの食べたくないわ。それはビッキーに聞いてみましょう。これは何？こんなの初めて見る。美味しければいいな。食べてみるわ。うわぁ、まずい。食べたことのない味よ。おばあちゃんは私の大好きなワッフルを作ってくれたんだ。私のことを思って作ったんだよね。ありがとう。すっごく美味しいよ。あー、シェフは芸術作品を作ったみたい。すっごく美味しいよ。でも、おばあちゃんのワッフルが一番美味しいかな。子供の時からの大好物なの。おめでとう。私なら勝てるって知ってたわ。今度は何かしら？ドーナツが食べたい。喜ばせてくれる？ドーナツならすぐに作れるわ。私は美味しく作るわ。美味しいって？ヌテラは最高よね。え、もう始めるの？ごめんなさい、つい夢中になっちゃって。でも準備ならできてるわよ。まずはオレオを細かく細かく刻まないと。じゃーん、
粉々になったオレオはヌテラに混ぜるの。味見ができるから料理が大好きなのよね。あー美味しい。あとは出来上がったペーストをこのドーナツメーカーに入れるだけ。すごい。 I've got it. どこかしら。あったわ。ありがとう。型に流して待つわ。遅いわね。私のミニドーナツはできたわよ。半分に切って中にシロップを塗っていくの。ほら見てて。あと少しで完成よ。ドーナツのコーティングはマシュマロペーストにするの。袋に詰めてこの穴から出していくわよ。すっごく簡単だし美味しく出来上がるの。そして最後はトッピング。トッピングがあった方が美味しいでしょ。あっという間に最高傑作ができたわよ。羨ましい？いいえ、私のドーナツだってできたのよ。あとはシュガーパウダーをかけるだけ。あら、ジル、ごめんなさい。さ、できたわよ。私まで食べたくなっちゃった。ビッキーのために我慢よ、我慢。自分のドーナツがあるでしょ。そうだった。見て、美味しそうでしょ。ナイス。素敵。上からヌテラを塗ったの。ビッキー、そろそろ優勝者を選んだら。一番綺麗なのはシェフのドーナツだから、はじめに食べるね。綺麗だし、すっごく美味しい。次はおばあちゃんの。美味しいけど、なんだか普通ね。もっとすごいと思ってた。ジルのドーナツには期待してるよ。チョコレートで気に入った。でも一番美味しかったのはシェフのドーナツかな。おめでとう。やっと私の実力が評価されたのね。